はい、こんにちは。佐大臣、三永です。本日は、神社と和歌と平常心というテーマでお話しします。私はもう10年以上、インターネットで音声販売をしています。日本の歴史や古典についての解説音声を、主にメールマガジンで販売しています。やはり商売ですから、売れた時は嬉しいし、売れない時はがっくりします。気持ちの上下があるのです。しかし、あまりに気持ちが上下するのは、 まずいです商売は飽きないというぐらいなので淡々と売れてる時も売れない時も売り続ける売り続けることが大切ですしかしそこには感情が絡み「ああだめだった」と落ち込んだり「うっしょ俺様天才!」と舞い上がったり常に感情が揺れ動く平常心を保てないです淡々と黙々とやり続けるのがベストといっても やはり人間ですから平常心を保ちたい時どうしたらいいのか私の経験から言うと神社に参拝することが一番です神社で柏手を打ち和歌を唱えるのです神社でよく唱えられる和歌があります思うこと皆つきねとて朝の葉を 切りに切りても払いつるかなこれは6月末に行われる名護市の大払いの時多くの神社で唱えられる和歌です祝とのような淡々とした節で読むことが多いようです競技役人一首の読みとはだいぶリズムが違います悩み事やわだかまりは全部消えてしまえと朝の葉を切りに切って払い清めることよ こうして一年の前半の汚れを払って生まれ変わったような気持ちで一年の後半はまた頑張りましょうという歌です。私はこの歌こそ神社の本質だと思います。あれこれ悩んでいても心にわだかまりを持っていてもややこしいことはスーッと一旦水に流して新たな気持ちで生まれ変わるとそして明日からまた淡々と頑張り続けると。 商売のことだけでではないです。人間関係においても勉学においてもスポーツにおいても淡々とやり続けること平常心通常運転の大切さ下鴨神社は長い忠相の森を通り抜けて本殿に至りますあの忠すの森を通り抜けるという行為自体が一種のみそぎなのですよ鳥の声を聞きながら小川のせせらぎを聞きながら 森の中を歩いていくうちにそれまで心に抱いていた悪意妬み落ち着かずガシャガシャした気持ちなどマイナスの感情がスーッと消えて流されて心の中までも清らかな水で満たされていくように感じます。鴨の長名はただすの森を流れる蝉の小川を読んで「石川や蝉の小川の木を蹴れば月も流れを尋ねてぞ進む」。 と読みました源氏物語では光源氏が都を離れ妻に向かう直前忠巣の森を訪れて我が身が潔白であることを神に訴えて歌に読みます「浮世ば今ぞ分かるるとどまらん」「なおば忠巣の神に任せて」「このせちがらい世の中を私は今離れていく」「都に残るだろう私の評判については」 名を正す、その名も正すの神にお任せします。いずれも何か心機一転して一皮むけて、心の中がスカーッと晴れ渡るような、生まれ変わるような歌じゃないですか。京都市北区の船岡山にある健君神社は、織田信長、信忠親子を祀る神社です。永禄11年1568年10月19日。 信長公が上落した日を記念して毎年10月19日に船岡大祭というお祭りが行われますこの健訓神社の宮司さんが若い女性宮司さんなんですが昨年船岡大祭の挨拶の中で父から宮司を継ぐ時に言われた言葉というのをおっしゃっていました神社の仕事というのは何よりも掃除であると掃除こそが神職としての原点であると なるほど、掃除はそのまま心の中の掃除につながるわけですよ。つまり、みそぎ、えです。神社の本質的な部分だなと思いました。皆様も、どうも自分は平常心を保てない、いちいち感情が上下して困る、どうやったら平常心を保てるんだろうという方は、神社に参拝することをおすすめします。そして、唱えてみてください。 思うこと皆つきねとて朝の葉を切りに切りても払いつるかなメールマガジンも配信中です左大臣の古典歴史解説日本の古典歴史についての音声付きメールマガジンです楽しんで聞いているうちに広く立体的な知識が身につきます詳しくはリンク先まで。 本日も、佐大臣三永長がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました